世界最高峰のサラブレッドたちが集結したここフランスはロンシャン競馬場。日本競馬の期待を背負い凱旋門賞制覇に挑みます。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して10番モンブランショコラ、2番手3番ハイランドリーム、5番アンテロ好位をキープ。少し差が開いて15番プリントシャー、そのうち7番ゴールデンホーム、16番シーザスターズ、内から14番ジャパン、内側13番キャメロット、9番ハーザン、真ん中あたりにつけています。そのうち2番ユームザイン、外から11番スタディオブマン、17番スノーフェアリー、そのうち8番レイルリング、内から4番タペストリー、これを見るように内側18番イキートス、1番人気1番ハリケーンラン、この位置12番マジカル、6番バルトガイスト後方。 1000m の通過タイムは1分3秒0。3コーナーに差し掛かろうとしています。ここから先頭までは10馬身以上。主導権は10番モンブランショコラ、後ろに3番ハイランドリーム、5番アンテロ好位につけました。少し差が開いて15番プリントシャー、そのうち7番ゴールデンホーム、これよりホルスストレートに入ります。外から上がるのはシーザスターズ、14番ジャパン、内から差を詰める、内押さえて13番キャメロット、9番ハーザン、真ん中あたりにつけています。その外11番スタディオブマン、内から2番ユームザイン、8番レイルリン、外から差を詰める。4コーナーカーン直線コースに入ります。ここから最後の直線勝負。400を切って先頭モンブランショコラ、その後ハイランドリール、モンブランショコラ粘っている。先頭はモンブランショコラ、ハイランドリール外から差を詰める。ハリケーンラン、ここでもまだ後方、逃げる逃げるモンブランショコラ、モンブランショコラさらに差を広げにかかる。モンブランショコラ逃げ切ってゴール。勝ったのはモンブランショコラ、鞍上は海老名正義騎手。日本のモンブランショコラフランスで快挙を成し遂げました。2着シーザスターズ、3着は混戦の模様です。